それでは今日のラッキー記念館は吉田忠音楽記念館。吉田忠音楽記念館は茨城県日立市にある作曲家吉田忠に関する資料を展示公開している博物館です。吉田忠は茨城県日立市出身の国民歌謡作曲家です。1998年にその生涯を閉じるまで作曲曲数は2400曲に上ります。都会的で哀愁漂うメロディーは都会調歌謡と称され、ムード歌謡から青春歌謡、リズム歌謡まで幅広く手掛けました。鶴田浩二、三浦浩一、フランク永井、橋幸夫、和田博史とマヒナスターズなど多くの歌手を育て上げ、日本歌謡史の黎明期を支えたうちの一人です。また没後の1998年7月に国民栄誉賞を受賞しています。代表曲は多くありますが、中でも橋幸夫、吉永小百合のいつでも夢を、橋幸夫の恋のメキシカンロック、フランク永井の有楽町で会いましょうなどは歌謡曲に馴染みの薄い若い人たちでも聞いたことがあるのではないでしょうか。また常磐線の発車メロディーに吉田忠作曲のメロディーが採用されているのをご存知ですか。大三河駅、日立多賀駅、日立駅、小木津駅、中央駅の5つの駅の区間でそのメロディーを聴くことができます。各駅メロディーが違うので、常磐線に乗って聴き比べなんていかがでしょうか。吉田忠音楽記念館では吉田忠のヒット曲を映像とともに放送しています。またヒット曲の演奏や楽器の体験を行うイベントも開催されています。ミュージアムショップでは吉田忠のグッズや音楽 CG の販売、展望カフェもあるんですよ。普段はあまり馴染みのない歌謡曲に気軽に触れられる絶好の場所です。エジソンが蓄音機を初めて公開した日の今日、吉田忠作曲の歌謡曲にたくさん触れ合ったあなたは、年上の上司とのカラオケでデュエットしてあなたの評価が上がったなんてことになっちゃうかも。茨城。